皆様こんにちは。新庄駅に来ています。新幹線翼156号 E3系に乗って東京駅へ向かいます。どうぞよろしくお願いいたします。いやー、新庄駅始発なので車内が空いているため、こうして座席をゆっくりと全体像撮影することができました。私はこちらの席に座りたいと思います。 E3系は窓も大きくシートピッチも広いのでゆったりと座れます。しかも電源付き、最高です。さあ、もう発車前から呑み鉄開始です。向かい側のホームの E3系を見ながら乾杯。やはり山形来た時の駅弁、これですよね。牛肉ど真ん中、いやもうぎっしりと牛肉が敷き詰められていましたよ。もう最高です。さあいただきましょう。いや、お肉の味がすごい美味しいですね。もう出発前からお酒が進みますと思って見てみましたら、向かい側の翼回送で発車しました。いやー、動いてるシーン見れるのいいですね。午後5時12分、私の列車も新幹線翼156号 E3系が出発しました。実は余談なんですけども、これ乗車した時期4月なんですが、 E8系の新型新幹線が走り始めてたんですよ。なのでもしかしたら私の乗るこの列車新型にならないかなと淡い期待を持って予約したんですけれども、見事に外れました。なんか調べてみたらですね、 E8系まだ全体でも3往復しか運用していないようです。おっと、先ほど回送で出発しました新幹線翼号がここに停車していました。この E3系は最高速度275キロを出ます。ただし新庄駅から福島駅の間は在来線との並走なので130キロに時速が抑えられています。いやー、本当に新幹線は乗り心地静かで最高です。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は山形新幹線翼号東京行き、電車指定席で自由席はございません。福島で山彦号と連結をいたします。次は大石田に停まります。車内は電気、トイレを含めまして全て禁煙です。新庄駅を出たばかりでは1両あたり数人のお客様といったとこでしょうか。東で17時42分天候17時48分山形18時2分上の山本線18時13分赤湯18時27分米沢18時38分福島19時14分、郡山19時30分、宇都宮19時58分、大宮20時23分、上野20時42分、終点東京には20時48分、終点東京には20時48分に着きます。続きまして車両のご案内をいたします。列車は7両での運転です。先頭車両11号車、一番後ろの車両が17号車です。先頭車両11号車がクリーン席です。12号車から17号車まで座席指定席です。翼号は全車指定席です。自由席はございません。時速は制限速度いっぱいの約130キロで回送中。たまに見えるんですが、自分の乗っている列車が影で映ると嬉しいですね。今回の旅の企画は札幌から東京まで普通列車で旅をするというものだったんですが、 E8系に乗れたらなぁとも思いつつ、 E3系にも実は乗ったことがなかったので、今回この新庄駅から東京駅までフルで山形新幹線を楽しんでみることに変更しました。秋田から新庄駅に来て、そして新幹線に乗る旅の続きに見えるんですが、実は2日間ほど仕事で新庄駅に滞在していました。まもなく裏山です。裏山の次は桜子東です。
新庄駅から乗車して約25分、村山駅に到着です。地元の方の話によりますと、今年は桜の時期が早まったそうです。今ちょうど満開の時期ということで、いやこれは私にとってはラッキーでした。時間は間もなく午後6時、日の入りの時間です。沿道に咲いている桜、本当に綺麗です。新庄駅から乗車して約50分、まもなく山形駅に到着です。18時4分、新幹線翼156号 E3系 が発車です。向かい側のホームにも E3系が停車していました。ちなみに E8系の新型の新幹線は福島から米沢の間でどうもすれ違うらしいんですが、もう真っ暗でもしかしたらすれ違うのも気づかないかもしれないですね。18時18分、福島19時14分、
郡山は19時30分、宇都宮には19時50分、大宮20時23分、上野20時42分、終点東京には20時48分、終点の東京20時48分に着きます。この電車は全車指定席で運転をしています。時速130キロ近いスピードで回送を続けています新幹線翼156号です。福島に到着後、東北新幹線の中では時速275キロまで速度を上げて運用されます。まもなく上野山温泉、上野山温泉の次は赤湯に止まります。上野山温泉を発車です。日も沈み、だんだんと辺りが暗くなってきました。この市街地を走る風景もどことなく北海道に似ていますね。私にとっては新幹線は地上を走るイメージがあまりないので、こうして地上近く走っている姿を見るというのも貴重な体験をしている気がします。新函館北斗駅と函館駅がもしも新幹線で結ばれるとすれば、こういった形で景色を楽しむことができるのではないでしょうか。さあ待ってました、車内販売でこのミックスナッツとハイボールをゲット。やはり乗車してかなり経ってからでもこうして冷えた状態で飲めるというのがやはり最高ですね。車内販売のいいところです。在来線との並走で停車する最後の駅、米沢駅に停車です。普通列車と同じホームに止まっているというのも何かこう違和感を感じます。時速も130キロに制限されているので、何かこう新幹線に乗っているということも忘れてしまいそうです。ブラインドがさくらんぼのデザインということでちょっと引いてみました。いや、なかなかいいですね。すっかり日も暮れ、 E8系もどこですれ違ったかわからないほどでした。確認が取れませんでした。まもなく福島駅に到着です。夜は夜で、またこの街の中の夜景がとても綺麗ですね。さあ、福島駅から先は時速275キロを体験できる。こう思うとワクワクします。
新幹線の本領発揮ですね。新庄駅から乗車して約2時間、福島駅を19時16分発車です。ここの福島駅を出た時点での乗車率、約 60% ほどです。私の隣にはどなたも乗ることはありませんでした。さあ、ポイントも切り替わり、東北新幹線に入りました。いやー、楽しみです。普通列車でずっと旅をするのも好きなんですが、こうして旅の終わりは新幹線で締めるというのもなかなかいいですね。ここから徐々に加速していきます。やはり速いですね。270キロ前後で走っていますよ。いやー、最高です。まもなく新白河駅を通過するんですが、このまま減速なく通過するようですね。いや、やはり東北新幹線は最高です。さあ、続きまして那須塩原駅も高速で通過していきます。夜撮影しているとカメラがブレてしまう速さって本当すごいですね。ただ E3 系は E5 系と比べますと、やはり時速270キロぐらい出ますと揺れが大きくなっている気がします。性能の違いがここで分かりますね。減速し始めました。宇都宮市内に入っています。まもなく宇都宮駅に到着です。新幹線はやぶさですと福島や郡山、宇都宮は通過駅となりますので、こうして停車してもらえるというのも何かこう貴重な体験をしている気がします。なんか楽しいですね。北海道から東京へ来る場合というのは新幹線は大抵はやぶさ号になってしまいますので、こうして翼ややまびこなどを乗ることができないので、なかなかいい体験をしていると思っています。いや、それにしても夜景がとっても綺麗ですね。
5時過ぎに新庄駅を出まして、まもなく3時間が経過しようとしています。宇都宮駅を発車です。宇都宮から大宮の間も時速275キロで設計されていますので、このまま同じ時速270キロ前後で走るのかなと思っていたんですが、なんと少し減速していまして、210キロ前後で走っていたと思います。時刻は8時を過ぎました。大宮駅に到着です。ここから東京の間は時速が制限されておりまして、上限が130キロになっています。騒音の問題というのもあるようなんですが、これ解決できないですかね。品川と横浜の間は結構時速200キロ以上出しているような気もするんですが、この大宮と東京の間もスピードアップできればかなり速くなると思いますがね。新幹線翼の乗車ももう少しで最後、都会の夜景を楽しむこととしましょうか。新庄駅から乗車して約3時間半、終着の東京駅に到着しました。皆様、今日の動画いかがでしたでしょうか。ご視聴いただきましてありがとうございました。